ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の動画は、コチトラ自腹じゃ。パクユーが毎週 CD ショップに行き、その週に発売された新作邦楽アルバムの中から1枚をチョイス。自腹で購入し、5段階で星をつけて評価、レビューするという企画です。今ご説明した通り、この企画、毎週お届けしていたんですけれども、1ヶ月ぐらいの期間、お休みをしておりました。久しぶりのコチトラ自腹じゃでございます。まあ、というのも、都内の CD ショップが軒並み、コロナウイルス感染症拡大防止のために、休業という状態が続いておりまして、CD ショップに行って CD を買うというまあ僕の日常というのもこうなかなか、いつも通りにはいかないという、状況が続いていたからです。まあネット通販、まあ、Amazon とかで適当なまあ話題作をピックアップして、購入してでレビューするっていうのもいいかなっていうふうにも思ったんですが、まあ後で振り返った時にこの期間そういえば CD 買えなかったんだよなっていうのを記録に残しておくっていうのも面白いかなっていうふうに思ったので、お休みさせていただいておりました。で、僕普段タワーレコードの新宿店で、この企画の CD 買うこと多いんですけれども、新宿店はまだ、休業中なんですが、タワーレコの吉祥寺店が、つい先日から営業を始めておりまして、今週の CD はタワーレコード吉祥寺店で、購入しました。それではご紹介したいと思います。今週の久しぶりの自腹 CD はこちらです。じゃん。ヘルプエバーハートネバー藤井風。こちらは、2020年大注目の、大型新人、男性シンガーソングライター、藤井風さんのファーストアルバムでございます。このチャンネルでも藤井風さんのことは、これまでに何回か言及しておりまして、楽曲分析、の動画も一本上げました。で、結構たくさんの方に見ていただけて、今再生が5万回ぐらい、再生されてて、しかもそのご本人からもうコメントをいただけるという、そういったことがありまして、で僕自身、藤井風さんの音楽、すごく、好きで、ものすごく期待していて、今回は、かなり、まあ、珍しくと言いますか、感情移入しております。ただ、レビューに関しては、今までこの企画でやってきた、テイスト、しっかりと、踏まえてというか踏襲してと言いますか、なるべく、フラットな目線で、気づいたこと、思ったことっていうのを、お話ししていきたいと思っております。それでは中身についてお話ししていきます。収録曲が全部で11曲で、トータルタイムが40分台後半っていう感じでした。まあ、短くもなく長くもなくという感じですね。で、この藤井風さん、アルバムに収録されている楽曲を、2020年年明けから、こう、ポツポツと、配信で、先行リリースしておりまして、で、面白いのが、この11曲の中で、1曲目、2曲目、3曲目、4曲目、ここまでの4曲がすでに配信リリースされているもので、しかもその配信リリースの順番っていうのも、曲順の通り、なんなん、もうええわ、優しさ、キリがないから、と、配信だったり、YouTube のミュージックビデオだったりっていうのが順に公開されていったという、そういう経緯があります。まあ、アルバムの中から、先行シングルをリリースしたりとか、配信リリースしたりっていうのは、まあ普通のことだと思うんですけれども、曲順通りに、順に出していくっていうのは、まあそんなに多い方じゃないと思うので、結構僕この曲順を見た時にまずびっくりしました。で、僕、この藤井風さんの、まあ曲、1月にもう、なんなんという曲が、リリースされてから、ずっと、先行シングルっていうのは追っかけてたんですけれども、作編曲、にどういった方が関わっているのかっていうのはものすごく、気になっていました。で、1曲目のなんなんっていう曲に関しては、サウンドプロデュースにヤッフルさんという、東京レコーディングスだったっけな、そういうまあ結構新進気鋭のと言いますか、サウンドプロデュースチームみたいなのがあるんですけれども、そのヤッフルさんが、携わってるっていうことは情報として知ってたんですけれども、その後の曲って、
どうなってたのかなっていうのは、僕そんなに調べてなかったんで、まずそれを確認したところですね。今回のアルバムは、トータル、全曲がサウンドプロデュースヤッフルさんということで、演奏家、プレイヤーに関しても、アルバム1枚を通して、基本的には、共通しているプレイヤーが、演奏している、その音が入ってるという感じみたいです。アルバムによっては、シングルが何曲収録されていて、で、そのリリースの時期によって、プロデューサーが違ったりとか、プレイヤーが違ったりっていうことはよくあるんですけれども、このアルバムに関しては、もう1枚を1つのチームで作ったみたいな感じなのかなっていうふうに感じました。で、ブックレットで、すごく特徴的なのが、各曲に、こんな感じで、英語詞が見開きで記載されていました。で、この英語詞っていうのは藤井風さんご本人が、翻訳しているそうです。で、YouTube でも英語でお話をするような動画っていうのをいくつか上げていて、もともとその、日本国内だけではなく、今ね、ストリーミングでこう、簡単に国境を越えられる時代なので、海外にも、音楽が届くようにっていう、そういうアプローチは、意識されているのかなっていうことを、感じました。で、1曲目、2曲目、3曲目、4曲目は、聞いたことがある楽曲だったわけなんですけれども、改めて CD 音質で、しっかりと集中して、それなりに整った視聴環境で、聞いてみると、気づかなかった音とか、気づかなかった、変化みたいな、その横軸の変化みたいなのを捉えることができて、特に面白いなっていうふうに思ったのが、想像してたよりもっていうか、配信で聞いたりとかしてた時よりも、ボーカルの、音色の変化っていうのが非常にこう、バラエティ豊かで、ドライな、藤井風さんの、こう、生で聞いてるような声に近い、サウンドがあったり、そこに、ダブリングっていうかな、ちょっとこう、ご本人の声を重ねて、多重感といいますか、そういったこう、効果を出すようなパートがあったり、両サイドにコーラスが、こう入ってきて、そういうサウンドがあったりとか、その声の色っていうのが、いろんな手法でカラフルに変化していくっていうのが、すごく聞き応えがあるなっていうふうに思いました。で、これ気のせいかどうなのか、意図したものかっていうのちょっとわかんないんですけど、なんなんの、目を閉じてみてっていうところからのフレーズ。目を閉じてみてっていうところからのフレーズですね。そこが、ちょっとずつ、声のボリュームが上がっていくような聞こえ方が僕はして、で、それが、意図的なものだとしたら、すごく、曲の流れとか、曲のメッセージ、歌詞に寄り添った、変化だなっていう風に思って、それすごく面白いなっていう風に思いました。で、5曲目からは、初めて聞く新曲、アルバム曲になるんですけれども、意外というか、確かにそういう、要素も持っていたよな、この人はっていう、感じだったんですが、予想以上に、歌謡曲テイストっていうのが、強いなっていう風に感じました。先行の4曲に関しては、どちらかというと、ブラックミュージック的な、香りと言いますか、ジャズハーモニーをベースにした、ブラックなノリ、っていうのが、印象としてはあったんですけれども、5曲目ですごくこう、昭和歌謡の感じと言うんですかね。そういうテイストも、出てきて、で、確かに日本のジャズってそういうところに派生していて、そういう流れっていうのもあるよな、とか思ったり。で、藤井風さん自体も結構その日本の、古き良き歌謡曲みたいな、楽曲をセレクトして、カバーしてきたりとかっていうこともあったんで、あ、確かにこの要素っていうのもちゃんとメジャーデビューした藤井風というものに持ち込んでいるんだなっていうのが、
驚きっていうほどではないですけど、予想してたよりも、その色が濃かったっていうのが、印象的でした。それでは、5段階で星をつけて評価したいと思います。今週の藤井風さんのヘルプエバーハートネバーは星4つです。僕はね、藤井風さん好きです。で、冒頭でも、すごい感情移入してるっていうような話をしたんですけれども、藤井風さんの音楽というか、藤井風さんが持ってるパーソナリティ、音楽的なパーソナリティっていうのは、結構トラディショナル、伝統的な、ものだと思うんですね。ジャズハーモニーをベースにした、普通のいい音楽みたいな、そういったものがベースにある。聞いてて気持ちいい、やってて気持ちいい、歌ってて気持ちいい、みんなが気持ちいいって分かってる音楽っていうか、そういうものがベースに流れているなっていうふうには思っていて、で、僕はそういう音楽やっぱり好きで、そこにこうシンパシーを感じてるっていう部分もあるし、この正統派な、サウンドって売るのむずいんですよね。これで売れるのって超むずいって僕はずっと感じていて、というのも僕はまあ音楽ずっとちっちゃい頃から好きで聴いてきて、まあこの今の好みっていうのはまあある程度、10代後半ぐらいにはまあ大体確立していったので、そっから、藤井風さんのようなトラディショナルな、まあ、こういう、なんだろうな、ジャズハーモニーに、こう、裏打ちされたと言いますか、こういう、サウンドを武器にして、持ち味にしていた男性シンガーソングライターって、何人も出てきてたんですよ。デビューしてきてたんですよ。で、僕はそのたんびに、ああ、好きだなって思って聞いてたし、追っかけてたんですけど、やっぱね、売れないんですよね。売れないし、メジャーのフィールドでこう目立つところで長く活動できないんですよね。それがすごく残念で歯がゆくて、だからこそこの藤井風さんの、なんなんっていう曲を聞いた時にすごくこう感情移入しちゃったっていうか、もう明らかに売る気満々、気合入ってます、力入れますっていうのがもうほとばしっていたし、ちゃんとこう現代的にアップデートされた、今の時代とつながっている、サウンドだったし、で藤井風さん自身のこうオーラというかスター性みたいなのもすごく感じたし、これは売れるんじゃないかと、なんだろう、こういうサウンドがついに日本の音楽シーンの中で、いいポジションを確保するんじゃないかと、頼むぞ藤井風みたいな、そういう気持ちがちょっとあったんですよ。まあこんなもう本当に勝手なね、押し付けですけど、勝手に期待してるだけなんですけど、でその藤井風さん YouTube に、ピアノ弾き語りの動画をアップしてきていたものっていうの、実はもう何年も前から僕は知っていて、何曲か聴いていて、で地元のショッピングモールの野外ステージみたいなところで演奏したような、ライブ演奏した、映像とかもちょっと見たことがあったんですけども、正直ここまでちゃんと形になって世に出てくるとは僕は思ってなくて、思ってなかったんですよ。まあ見くびっていたですよ。なんだけど僕のなんかその甘いこう見通しと言いますか、そこをこう予想をはるかに超えたところで、ものすごくしっかり整った状態で世に出てきたから、すげえワクワクしたんですよね。ワクワクしたし、言ってくれとって思ってる人は多分ね、いるはず、かなり多いはずです。音楽、まあこういうサウンドが好きだったり、自分も演奏していたりとかで、これがいけるんだったら俺たちもいけるんじゃないかっていう風に思ってる人もいるだろうし、すごくいろんな人の期待を背負っている動きをしていると思うんですよ。まあそれぐらいもう明らかに力が入ってる、4曲 MV 出すと、新人がないですよ。
で、ラジオで冠番組持ったりとか、でもないですよ。過去で言うと、あの人とかあの人とかあの人みたいな、売り出し方だなっていうか、もうやったらと絶対に売るぞ。絶対に成功するぞっていうチームとしての、気合っていうのが感じられるわけですよね。で、このアルバムを手に取る前の期待感と比べると、この作品、やや僕が勝手にハードル上げてたっていうのはあるんですけど、勝手にもうすげえ期待してたっていうのはあるんですけど、ちょっとその期待値を下回ったかなという感じはしました。で、それが何かっていうと、多分先ほどもお話しした藤井風さんの持っているいろんな音楽性の中の歌謡曲的な要素だと思っていて、僕はこのアルバム、二面性をすごく感じたんですよね。一曲目から四曲目までの、まあ、シングルカットというか、ミュージックビデオでこう、先行リリースされていた楽曲たちと、それ以降の、楽曲たち。で、こっちが、外向きの、やる気満々の藤井風。で、こっちは、おうちの藤井風じゃないけど、そういうなんか二面性を感じて、まあ、それはそれで別にいいんだけど、悪いことじゃないと思うんですけど、このこっちの一面っていうのは、そこまでスペシャルなものには僕は感じなくって、なんかその中間が聞きたかったなっていう勝手な思いがあって、こう融合した、うまくいろんな要素が融合した、楽曲だったり、サウンドだったりっていうのが、聞きたかったなっていう風に思って、しまったんですけれども、実際のところは、サウンドプロデュースをしているヤッフルさんが、ものすごく、トラディショナルな、で、かつ即興的と言いますか、気の向くまま、気持ちが乗るまんまにこう紡いでいった、メロディーと、歌詞、生まれた楽曲を、サウンドプロデュースの力で、なんとかして2020年という時代につなぎ止めるというか、リンクさせるというか、そういう作業を頑張ってやった結果のサウンドっていう感じがしたんですよね。後半の楽曲に関しては。で、前半の4曲に関しては、そのアイデアの方向性っていうか、そのアイデアの尖り方っていうのが、やっぱ後半とは全然違っていて、時代にしっかりとコミットしてる感じっていうのが、より強く感じられたし、こう、一体感、三位一体となって、みたいな、そういう感じを強く僕は受けたんですけれども、後半に関してはちょっと、ややそういう雰囲気が感じられなくって、で、それは、別に、これはこれですごく聞き心地のいい楽曲だし、サウンドだし、藤井風さんが魅力的なことには変わらないんだけども、もっと求めてしまってたっていう感じがありました。だからともすれば、そのさっきそのこういうサウンドはなかなか売れない、メジャーでずっと続けられないっていう話をしましたが、それってやっぱ、普遍性はあるんだけども、強制性がないというか、時代とのつながりが見えにくくなっちゃうっていうところは、往々にしてあるなっていうふうに思っていて、その2020年、とリンクさせる作業っていうのをもうすごいこう頑張ってやったのが今回サウンドプロデューサーのヤッフルさんなのかな。でヤッフルさんのまあその技術なんていうか力っていうのは素晴らしいな、すごいなっていう風に、この作品にとってものすごく大きな力だなっていう風に僕は思って、まあ、今後このタッグっていうのが続くかどうか分かりませんけども、サウンドプロデューサーが変わったら、ガラッと雰囲気が変わったりとか、ガラッとこう受ける印象が、変わる、パワーが変わるみたいな可能性はあるかなっていうふうに僕は感じてます。まあ、何が言いたいかって難しいんですけども、すげえ僕は期待してて、でこれからもめっちゃもう、まあ、応援し、珍しく、本当に応援したいっていう気持ちになってる。結構なんか、曲単体とか、作品単体で、あ、この曲好きだよね、この曲いいよねっていうようなことは僕、たびたびあるんですけれども、当然あるんですけども、誰かをなんかその、行けっ
って、こう、声援を送りたくなるような気持ちになることあんまなくって、でも僕は藤井風さんは、もう、天下取ってほしいなっていうか、いけるところまで行ってほしいなっていう、のを、今思っています。で、こんなもんじゃねえだろ、みたいな、いつもにも増してなんかどっから目線やっていう感じになってますけれども、こんなもんじゃないと思うし、第2形態、第3形態の藤井風さんっていうのが絶対この先も見れるはずだと思うし、で、この勢いが持続している間に、なんかもうこれだっていう傑作、アルバムとして、ドンっていうのを、ぜひ作ってほしいなって思っています。そんな気持ちです。過去の強烈プッシュで世に、飛び立った新人さんたちのファーストアルバムと比べると、ちょっとその完成度、まだ未完の大器といいますか、まだまだ先があるなって思わせてくれるような一枚だったかなっていうふうに、思います。いやー、何なんだろうね。僕はどこの誰なんだろう、何目線なんだろうって感じですけれども、いやー、僕はヤッフルさんすげー頑張ったなって思いますね。こんななんか今の音楽にするの絶対大変だったろうなって、思いました。まあそんな感じで、星4。でも僕はもう藤川さん大好き。で、これからも、聞きますし、応援します。応援してます。あんまりお金を落とすタイプのファンじゃないかもしれないけれども、僕は、藤井風はやばいぜと言って生きていこうかなと思いますので、ぜひ皆さんも、チェックしてみてください。僕、今回この作品を聞いて思ったこと、全部正直に、お話をしてみました。はい、ぜひぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。